はい、皆さんこんにちは、 D の流儀です。今日はですね、 D の談義としてゲストをお呼びしております。同じチームで、ビーストジャパネクストの菅原博恵プロです。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これ見たことあります？あ、かわいい。初めましてこれ、そうなんです。これで、今日はですね、はい、ガチャガチャでトーク内容を選んでいただいて、はい、事前に、Twitter などでですね、菅原プロへの質問内容とか聞いて、その内容をこの中に入れてますので、はい、まあ、何が出るかはわからないんですが、はい、そのトークテーマに沿って少しお話しいただければと思っております。はい、早速回します。はい、お願いします。あ、回すの、あ、出ました。騎士の人、あ、でもこれ騎士で開かない人、開けましょうか。大丈夫ですか？開けました。はい、したら、見てもらって読みながら、はい、結構長いですね。はい、読んでください。はい、ビーストジャパネクストのメンバーになれて良かったと思う点はありますか？はい、はい、あります。本当にありますよ。あります他のチームが良かったとか言い合わさないように気をつけてください。はい、いや、そんなことないです。はい、どうですかね、もう、発表されてからもう数ヶ月経ったんですけれども、はい、慣れて良かったなぁと思います。はい、まあ、私の場合はその大輔さん、猿川さん、かなちゃんと違って、オーディションというものがあって、はい、それを買って手に入れたところがありますし、うん、はい、大変だったですもんね、オーディションね。私決勝見れたんですけど、はい、予選の段階海外行ってたりしたので、見てないのもあったんですけど、はい、私の国士無双あ、国士は後で見ました、はい、確か。そうですね、やっぱりその勝ち切ってビーストジャパネクストの一位の、なんていうんですかね、権利を手に入れられたことっていうのがすごく大きいですし、うん、あとやっぱり3人とも、チームメイト3人ともお会いしたことあって、頼もしいメンバーだなっていう気持ちがあるので、ビーストでよかったなとは思ってます。確かにね、4人の中で、まあ、1人だけ完全な有資格者っていうか、選ぶ前からもうオーディション受かってるから、はい、うんうんうん、1人だけ完全に決まってるような状態でドラフトも始まりましたしね。はい、しかも蓋を開けてみたら、中田さんと私もほぼプロ麻雀地から見たら外来じゃないですか。全然違う畑から来たような感じが、はい、するのもあるんで。でもそれだけその話題性だったり、はい、注目度もすごく高まるチームだなと思いましたし、はい、やっぱり新チームですもんね。皆さんこれから見てどうなるかっていうのも思うんですが、そうですね、気合十分です。はい、はいはい、ではじゃあ次の、ガチャガチャいってみましょう。ためがないですね。ここに時間がないように。開けるの、昔子供の時ガチャガチャとかやりました？あ、やりましたね。なんかどういうの？でも子供の時はやっぱりポケモンとかですかね。あ、ポケモン、そういう、やっぱ時代ですね。自分は筋肉マン消しゴムとか、スーパーカーとか時代だ。ポケモンは大人になってからですからね。ポケモンは私はやったことあんまりやらない。小学生だったので、はい、ゲーム一回一つ一番初代の頃にやったかな、こんなちっちゃい、うんうんうん、ゲームボーイだったかもしれない。はい、それは私もやったことありますけど、ゲームボーイ以外やったことないの、きっと。ということで、はい、清純派クロマチチスというキャッチフレーズに変わる候補はありますか？お、はい、これは何か噂によると、はい、ご自身は納得している。いや、納得、いいじゃないですか。でもしていないっていうのを書いていただいてて、最初は、はい、なんかやっぱりしっくりこないなって思ったんですけど。どこがですか？クロマ術か。はい。じゃあ清純派だけで売りたいってことです、ね、いや、違います。じゃあそこで売ればいいじゃないですか。その、クロマ術も使えないし、清純派って自分で言ったことないし、うん、と思ってたんですけど、つけてくださったのが連盟の黒木さんで。なるほど。はい。で、気に入ってるってことだったので、よかったなと思って。私も結構気に入ってて。確かに、クロマ術っていうのはどっから来てるかね。まあ、上がり出すと結構止まらない方だと思うから、はい、そこから来てるんですかね。親番連ちゃんみたいなイメージはありますけど。また最近始まる直前の試合とかはね、結構追い込み方が決まってるじゃないですか。はい、そうですね。トンバ展望がなくて、そこから追い込むことが多いから、最初にあんまり失わなくてもね、と思いながら、そうですね。それで、ちなみに自分の中で候補は他に、どういう系がいいとかでも。どういう系、なんかこれの前に黒木さんにつけてもらったのが3色のカタルシスっていうのがあって、好きな手役を聞かれて。三色なんですか？単品三色って言ったんだっけ？あ、純ちゃん三色が好きで、はい、でも赤ありだと単品三色が好きで、
まあ、いずれにせよ3色好きなんですね、はい、だから3色が入ってるのがいいかなって思うんです、うん、ぶっちゃけ黒木さんのネーミングセンスはどうなんですかね結構いろんな人につけてるけど結構ボツになってるのも多いような気がする佐々木久志さんとかうまいんじゃない結構あ自分のあの、うん、つけてるじゃん歩くトーナメントとかあ本一評論家とか本一評論家そう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 いうの結構面白い、うん、自分の10個ぐらいある人自分で言ってるでしょそうですね100年に10年に一度100年に一度のキャラ派とかねありますねなんか、うんなんかそういうのがいいですねなんかこの麻雀っぽくないじゃないですか卓上のとかが入ってるとああなるほどなるほど人に紹介するとき麻雀をイメージしてほしいっていうことですねあそうですそうです、うん、なるほどって思うんですけどでもなんか考えたり結構いろんな企画とか番組で考えてもらったりしたんですけどやっぱこれが一番いいなってあ結局なんですか、はい、今は、まあ、いや今パッと思いついたのは今度久さんになったら振って、はい決めてもらおうかなと思ったんだけど、ダジャレが基礎ですもんね。いや、そのネーミングを。なるほど、なるほど。確かに、ダジャレを好きっていうのは、ね、ダジャレが好きですよね。うまいかどうかは分からないけど、ダジャレは。いや、あんな速度ですぐ出てくるんだっていう。まあね、結構、ひさすさん喋らないじゃないですか、普段。うん、でも、喋らないときこんなバカなこと考えてきたら。思っちゃいますけど。キューピーマヨネーズとかね、はい、キューピーマヨネーズありますね。ということでじゃあ清純派黒魔術中止で、はい、しばらくないか。しばらくは。そうなんです。画数どうですか。画数多いけど頑張っていきます。はい。わ、はいはい、かりました。はい。では次また引いていただきましょう。はい、いきます。サクサク本当力強いですね。はい。次のは何でしょうか。はい。こう長めの文章です。長めですね、はい。最初にドラフト指名権を獲得した菅原プロですが、うん、本ドラフトが行われるまでの約2週間で誰がチームメンバーになるか予想していましたか？ああ、ああ長い。結構ね、YouTube とか自分も見てたけど、はい、いろいろなところでいろんな人の名前が、ねね、出てね。ましたね。はい、ですね、予想していました。お、はい。当たりましたか？結構当たりそう、なんか YouTube とか上がってるとね、はい、結構名前出てる。そうなんですよ。で、私は当たってました。でも、本当にこれは疑われるかもしれないんですけど、ドラフトまでのこの2週間の間、チームメイト誰になるか、その噂とかいろんな話を聞いて予想はありましたけど、誰がなるかは知らなかったです、私は。ちなみに自分が裏切られて言われないとか怖くないんですかね？それ私はさすがに、さすがにドラフトで優勝して、さすがにあんなおめでとうみたいな大きい建物みたいなのもあって、よく YouTube で見たのは、その時に決勝に残った4名みたいのもあったじゃないですか。はい、まあ最後まで知ったケイブンさんとか、ね、女流だったら内田さんとか、はい、浅井さんもいろいろ活躍されてたから。でも、まあ、ただその決勝メンバーもみんな思ってたことですけど、先にある程度3人決めておかないと、特に女子は1人必ず入んなきゃいけないじゃないですか、はい、で、はいはいはい、その決勝メンバーの中から女子が敗れた場合、はいはい、新たに女子をっていう風にはならないんじゃないかと思って、女性は1人は入ってるじゃないですか。そうです、そうです。で、男性あと2人と女性1人と3人は決まってるんじゃないかなっていう予想をした上で、やっぱり皆さんと考えることは同じなので、結構当たってました。あ、じゃあ今の話の中で女性の中田さんは結構あるかなっていう感じが強かった感じですかね、うん、はい、ありました。ただ知らなかったのでドキドキして、でドラフト会議で見て、やはりなってなりました。全員予想通りってわけじゃないでしょ、でも4人。全員予想通りでした。あ、そうだったんですね。3人、そう、3人、はい、素晴らしいです。はい、はい、では次の、はい、引いていただきましょう。はい、結構よしみなが食べてくれますね。うーみたいなのないですね。はい、はい、中田香菜さんがインタビューなどで男性陣2人と仲良くなりたいと言っていましたが、そうそう、どうしたらいいと思いますか？そう、それ聞きたいですね。どうしたらいいと思いますか？なかなかおじさんからは言えないでしょ、中田さんとか特になんていうか、もう年がだって、ね、いくつ？ 20 とか30ぐらい違う？ 20いくつ違う？ 28とかですね。28、どういうことの話題がいいのかね。そうですね、なんだろう、でも私、仲良くなりたい、仲良くなりたい意味が、まあ、難しい、なんていうか、そうそう、チームとしてですよね、やっぱね。そういう意味ですよね。普通にミーティングとかではまあ話せるけれども、はい、例えば楽屋で2人ずつになるとか、そういう時に、今の段階だと多分中田さんと2人で楽屋一緒ですって2人、まあないでしょうけど、はい、入ったら、
思わず携帯いじり出しますね。ダメです。いじれればいいんですけど、猿川さんなんかいじりやすいじゃないですか。いじっても怒らん、特に怒らないし、それでいじりやすいかなって言って、そういう人は懐に飛び込んでいじり倒すんですけど、さすがにいきなり中川さんのこといじり倒せないでしょ。まあ異性っていうのもありますね。確かに、なんだろう、共通の話題とかがあったらいいのかな。でもそしたら共通の話題、麻雀について。あ、でも猿川さんとかなちゃんはその、まあ、麻雀を見て連絡来て話したりしたみたいな話もあったじゃないですか。あ、どうやったらいいですかみたいな。どう、あ、そう、あの、あれが良かった、それがおかしい、無理だから。多分麻雀論もう多分中田さんってどちらかっていうと、あの、結構なんていうか定石通りを覚えてきた方じゃないですか。で、私はどちらかというと型破りの方で通じないと思うんだよね。わかりました。私が間に入って、そうなんです、その言葉を今から使ってたんですよ。みんなで会話します。そして仲良くなります。多分おそらくですけど、これ送ってくださった方もそう思っていた、はい、例えばこういう仕事、あの、今日あれです、ビーストの収録の合間に撮らせてもらってるんですけど、はい、そういう時途中で、うん、あの、近くにデパートとかあったらちょっと抜けて、私は食べないんですけど、パフェとかなんかフルーツみたいな、なんかみんなで食べる的な、その場に行って、もちろんお題は私が全部出してたりして、そういうのとか、なんかちょっときっかけ作りをぜひ。なるほど、チーム内での、そうですよね、確かに番組、そうです、そうです、あの、みんなで話してる時も私をばっかり、あの、貶めるようなことばっかり言わないでそんなこと言ってない、むしろ上げるような、上げてます、上げてます、上げ上げまあなんか、そうですね、いいっすね、うん、なんか自分で動けないから。猿川さんもだって自分では動けないじゃないですか。そうなんですよね、自力ではね、あの、シャイボーイ言えば答えてくれるんですけど例えばその、まあ、4人揃ってとかメンバー揃って、うん、はい、写真撮りますよったら撮れるじゃないですか、はい、でツーショットの写真ないと思うんですよ、あ、今まで。例えばこの番組の前に、まあ、ヒロカナコンビとソロカナコンビで撮ってます、はい、サルスケはサルスケで、はい、それぞれ別々に、もう飽きちゃったよね、サルスケで全員撮るのもうどういうポーズしてるの。なんかサルスケ解散説があるんだ解散説がある、ああ、そうそうそう、3つアンケート取ったんでしょ。なんか、ね、感じがいい時のチームメイトだったらいいと思うんですけど、やっぱ男女で写真をあんまりアップするのが、うん、あの、なんかあんまり良くない印象があって、うんうんうん、だからあんまり撮らないし、基本的に女の子同士で撮ることが多いし、うん、っていう感じだったんで、はいはいはい、まあ、正直自分もなんていうか猿川さんの方が楽っちゃっていうか、ね、あの、同性同士は楽でしょ、いじりなんかなんかあっても許される感が。じゃ、例えば広かなの真ん中に第3、あ、そうですね、ゲストでからあ、あるいは、うんうん、サルスケの間にカナさんいる、はい、みたいな、それいいじゃないですか。それを必ず一枚ずつ撮る、スタートするっていうのはどうですか。確かにいいと思います。それいいですね。じゃあそれ今日から、はい、みんなでちょいちょいかませていくっていう、うん、のがいい、ね、そうですね。じゃあ2対1の状態を作って写真を撮るあ、じゃあ次はこっちで、こっちで、はい、ということで、はい、まあ、菅原さんが間を取っていただけるということで、2人で写真撮って呼び込んでもらえるわけですね、はい、ちょいちょいと、大輔さんちょっとってやっていきます、はいはいはい、はい、ではそれでは次の行きたいと思います、はい、こういうのいっぱいあるんで、はい、黄色、はい、初めて黄色が出ました、はい、お、ビーストメンバーそれぞれを一番〇〇な人で教えてください。まあ、例え話じゃないですか。例えば、鈴木大輔さんは、はい、メンバーの中で一番こんな人みたいなことじゃないですか。一番いい加減な人みたいな。あ、そうですね。もうそれでいいんじゃないですか。じゃあ一人ずついきましょうか。誰が一番パッとつきやすい。難しいな。一番〇〇な人。うん、おあ、まあ、でも猿川さんは一番シャイな人かな。あの、社交。なるほどね、社交的な意味で、はい、でも、まあ、仲良くなったら心を開いたら大輔さんとかには猿川さんにはいつもお酒を持たせてればいいね。ああの、なんかワンカップ大関をも常に持って歩いてたそしたらちょっとご機嫌になります、ね、あとなんかで見たら猿川さんは将棋の話と何かを送るとご機嫌になるって言ってましたね。趣味の将棋と何だって言ったかな、ラーメンだ。あ、将棋とラーメン、将棋とラーメンが好きだからその話を書店に送るとあの自分から
話し出すって一番単純な人じゃないですか。ジャパニーズラーメンで、ね、シャイな人より単純な人の方が、はい、猿川さんは一番単純な人で、はいはい、単純な人で単純なのかな、はい、じゃあいいです、はい、一番単純な人なんかあんま良くない意味合い、シャイにしましょう、シャイですね、はい、はい、でもう気軽なく言ってください。大輔さんは一番おしゃべりなイメージありますか。それはもうずっと昔から言われてるんで、はい、間違いないですね、はい、間違いないですね、私もずっと間違いないと。そうですね、かなちゃんは一番何な人だろう、でも落ち着いてる、いやー、まあ、みんな大人だから落ち着いてるんですけど、なんかなんだろう、やっぱりちょっとね空気感違うよね、やっぱね、バージョンのそのだけでやってる人だとなんかね、はい、やっぱなんだ、若さでも若さ、まあ、若さはあるんだろうけど、ね、なんかやっぱりこう大舞台を踏んできたそのなんていうんですか、芯があるからなのか、なんか落ち着いてるオーラあるよね、うん、全てにおいてね、確かに、じゃあ一番オーラがある人かな、なんかだって一番ハイパイ良さそうだもんね、4人の中で猿川さんが一番悪そうだけどハイパイ力では、そうなんだ、私が一番ハイパイ結構悪いと思いました。いや結構打ってる人ってみんな自分がちょっと悪い目だと思うよね思います、人の速い手とか見ると結構そう、わーそんな速いんだみたいな、自分の速い手は忘れちゃうんでしょう、この間の放送体験もダブリみたいないいシャンテンの手とかね、うん、ハイパイいいシャンテンとか忘れちゃうよね忘れちゃいますね。いや、ちなみにご自身はご自身は一番だと思いますか。一番なんですかね、一番なんだろう、一番麻雀のプロっぽいけどね、プロフェッショナルっぽいけど、まあでも猿川さんもプロフェッショナルか、麻雀に関しては、うん、そうですね、一番自分のことが一番答えづらいというか、一番補充が多い人ちょっと意外に補充多いですよね見てると、いや打ち込み多いですよね、どちらか、そうですね、いやでも私公式戦とかは結構補充率低い方だと思うんです。あ、そうなんです、なんか見てると打っても補充打点が低い、いや見ての接点とかに打っちゃうのはいいとして、うん、大きい高い手はあんまり打たない、だから見た目より押してるなと思うんだけど、そうですね、すごい結構押してる、一番実は実は押しか、押す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 人みんな押しそうですもんね、あ、それだ、みんな押すけど、うん、そうだね、一番、なんて言うんだろう、一番、実は押す人マージャンにギャップがあるみたいなそうですね、なるほど、ギャマージャンにギャップあるよね、結構のね、あ、大人しそうだ、だって黒魔術って書いてあるけど、別になんていうか、あ、だって食って一発消しするとかそういう系はやらないじゃないか、あんまり基本的には、はい、そういう、大民間してなんか場を荒らすみたいなのはあんまりやらないです、無理なところからちょいちょい行くとか、うん、まああんまりないですねってなると、そうですね、一番麻雀にギャップはありそうだけど、はい、なんか見てて一緒のチームになって一番思いましたね、うん、麻雀が結構なんか思ったより攻撃的というか、はい、もうちょっとなんか受けしっかりやって5の線みたいなことを狙ってくるのかと思ったら、うん、あのですね、 M ルールは結構そういうファイトスタイルで、公式ルールは私は結構変えてて、あ、じゃあそのルールによって、はい、あの微調整してるっていう、バイナーチェンジはしてるって、ね、してますね、はい、ということで一番攻撃的な人で、実は攻撃的、実は攻撃的な、実は、ね、私実は攻撃的なんです、そうですね、猿川さんとか私とか見たまんま攻撃的ですから、ね、そう、そうだから、まず、あの実ははい、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ次の質問に行きたいと思います、はい、いいですね、こんなあのツイッターで質問多い人はい、じゃあ次の、これが最後になるんですかね、はい、質問としては、はい、はい、最後の質問、なんか全部長い、結構長いですね、本当にあの不安な人が多分長々と質問する感じがすごいありありとすごい、めっちゃ長い、あの伝説のドラフト指名オーディションファイナル南4局4本場で新井慶文プロがチートイを積もった瞬間何を考えていましたか。これさすがに積もって言われた瞬間って条件があるかどうかわかんないじゃないですか。いや、あると思ってました。あれ積もって言った時の手の上げ方がめちゃめちゃ溜めてたからじゃない。あ、そう、てかめちゃめちゃ溜めて積もからの裏裏見に行くこの動作がめっちゃ遅かったから裏裏条件だと思って、そうでしょ、チートイズはもう思ってたんで、チートイじゃんと思って、あの順目でリーチ条件満たすチートイじゃんと思ってたので、もうこれの瞬間に乗るなって思いました、うん、乗るな乗るなって思いましたね。だいたいチートイツって 10% 後半、
あ、でも捨て牌がもうほぼほぼその倍積も羽直の条件満たしてて、はいはい、でその捨て牌で純ちゃんとかは一応消えてなかったんですよね。純ちゃん系とあと明宝チートイツ、はいはい、チートイと明宝の複合の赤い地は消えてなかったんですけど、でもまあチートイの思うもドラ短期ではないなと思って、思うものを何かいい街だなっていうのは考えてたんで、うん、あのでまあ赤だとしてもその倍満つもだから多分裏市か 裏条件とかあるなと思ってゆっくりだったんで、まあ、手開いてチートイツだったわけじゃないですか。あ、そうですね、チートイツっていわゆる普通の何にもない状況で開くので、はい、13% とかいうじゃないですか裏から、うんうんうん、まあ瞬間わからないから、まあ、15% ぐらい乗るっていう感覚あるじゃないですか、はい、それ確率のこと考えたりなんとかってありました？まさか乗るわけないみたいな。もう普通にお祈りでした。その何パーセントというよりは相立て見てチート赤赤思うもリーズもチート赤赤思うもなるほどで、もうあと裏次第でこのあー早くでも乗るな乗るな乗る乗るなって思って開かれて、もう本当 に怖くて見れない、でも見るみたいな。それあれですね。でもいやいや、でも普通は倍満条件で折り入ったら手開けられないことの圧倒的じゃないですか。 98% ぐらい手開けないで終わりで、手開けたってことはもうすでにその時点で逆転してるから、逆転の可能性が残ってるわけじゃないですか、すでに。でしかも土終盤のリーチ一発も配定みたいな裏3条件ってことはありえないわけじゃないですか。もう少なくとも裏1枚か2枚かっていう状態だから、結構追い詰められる状況っていうか、その入った時から見たらですね、そうですね、もう相立て見て裏現実にウーアン残されてたのね。そうなんですよ、もう条件クリアされてたっていう、ね、はい、もう積まられてた、結果論だけどチーマンで積まがってたって言ってました、はい、本人も、はい、まあ、どういう手順踏んでもドラは外さないだろうから、うん、チーマン失敗した人も最後三蔵で上がってるし、ウーアンと移ってればね、はい、うんうん、あのどの形でも上がりが一本はあったんで、はい、ありましたね。まあ、オーラスはね、本当に経験がなかなか積めないじゃないですか、そういう状況も。そうですね、そのオーラスの練習ってなかなかしないですもんね。オーラスのためのね、自敗どれするかって、あの最終戦も、はい、荒井慶文さんの直撃以外はほとんどない状態で、はい、でも安牌が足りなかったじゃないですか、最終的に。めちゃくちゃ集めたんですけどね、慶文さんの現物だけは手の内に残して、まあね、残して手組みするかどうかともかくとして、はい、そうします。あと、一応浅井さんの役直だけダメだったんで、その役満宝珠にならない牌から切っていって、はい、その端っことか G とか切っていってしてたんですけど、そうですね、4巡ぐらいで全部使い切って、みたいな。ほんと最後まで途中はやっぱり際の際で現物を残したいから統一打ちとかしてバラバラに組むじゃん、1枚ずつに組むじゃないですか、はい、あんことかしても現物になれば3枚打てるけども、うん、種類が豊富がないから1枚ずつするじゃないですか、はい、結果リーチがかかった時に現物が少ない時ってありますよね、うん、どんなに抱えてもね、各種1枚しか持ってない。そう、統一杯が現物になれば2巡しのげば、はい、まあ、大体現物が出てくるじゃないですか、あの逆に言う2、3巡しのげればね。だからすごく溜め込んだはずなのに、まあ、切っても切っても安牌は増えない、手の内に安牌は増えないは減っていく一方で、危険牌ばっかり引いてくるわで、バゲフの派手にね、倍満条件の人がリーチ来たら震え上がりますよね。そうですね。できちゃったんだ、その条件見合うてきちゃったんだっていう感じになりますもんね、うん、あれは一生忘れないですか、その最後の、あの上がった上がらないんで最後決まった瞬間。いやー、忘れないですね。この4本場に至るまでもすごく結構しんどい、麻雀打ってきた中でも、まあ、もちろんその勝ったらそのビーストのチームに入れるっていうのも込み込みですけど、一番やっぱきつい対局でしたね。見てる方もね、ほんとしびれてましたから、もう小林さんと大吾さん泣いてましたからね実況解説のお二人 も泣いてましたね。もう本当に、うん、苦しい、でも勝ちたいっていう一心でしたね、はい、ということで、今日の D の談義の方は、菅原プロに、お話聞きました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。